おはようございます。アクアノーツホイで隠された記録実況プレイやっていきましょう。なんだけど今回はいつもより間が空いちゃってる、前回との期間が空いちゃってるんで少し忘れてるところもあるかもしれませんが、引き続きやっていきましょうか。で、前回祈りの海だっけに着いたんで、そこをね、神殿っぽいのもあったし探索したいなと。結構広いですね、ここ。じゃ行きましょう。バッテリーは買ってあるから大丈夫だと思うんですけど、もう終盤なのかな、ナースオートパイロット終盤なんですかね、このゲーム。神殿見つけたってことは、神殿の中にクラバー君ビルがいると思うんですよ。美人は怖いな。とりあえず端からマッピングしていくか。この辺見れますかな。稲田、おなんかでっかいのいる。なんだでは行かないで、ジェット使うか。ほい、イタチだ、前回のやつか。おお、なんかすごいのいる。はいはい、浜立つか。なんか特ダネのお天気のコーナーみたいな、浜立つみたいなさ浜立つさんじゃないけど、あ、なんかある。何あれ、カヌー違うか、なんかこれあれじゃないの、プールとかの見張り台じゃないの、なんかこれ、これはカヌー。ああ、なるほど、カヌーがそのまま沈んだ感じか。アウトリガーカヌーです。おそらく足沈んだもと思います。嵐の中カヌーで先行すんなよ。乗ってる人はどうなってんだろう。この辺りの海難事故のデータを検索したところ、カヌーの所有者は無事のようです。あ、よかった。そうか、よかった。アウトリガーカヌー2000クレジット、カヌーなんだこれ。あ、ほんとだ、近く行くとカヌーっぽいね。カヌーというよりヨットとかじゃないの、だったら。まあいいか。深いな、結構深いね、この辺も。こいつは水田だ。で、出場しようか。隅々まで探索しときてんだけどね。とりあえず神殿とか目指してみる。あ、ストーブやった。あれ、俺が設置したやつか？設置したやつっぽいっすね。あ、待て。シンガーがいる。お前か、シンガー。お前なのか？お前ではない。こっちが来たのか。こっち行こう。お、何かいる。はいはい、ヤマトカマス、ヤマト。ストーブいないな。シンガー、あ、シンガーいた。何あれ、マナティいるか。ずっと動かないのがいるけどシンガーって動かないんだね。イルカですね。じゃあやってみるか。あれ、どうなんだっけ。あ、そう、これをクロスするのか。はい、ロックオンできない。もっと近づく必要ある。はい、バンドイルカ、シンガー。バンドイルカも初めてか。バンドイルカよく水族館に入れてたんだよね。よし、どうぜまずは到着かってこと。はい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 、こうか。あった、オッケー、非常電気。あ、嬉しそう嬉しそう。あ、フロンタ君ミジムが不穏ですね。で、ストーブがあったな。ミームプール溜まった。
溜まってますね。じゃあこういう回路通過。お、分岐した。これはどんな効果あるの？ユーズアップ。お、バッティングされたフレッシュ、ありがてー。けどもう終盤なんだよね、多分このゲーム。そのバッテリー買う必要あるかな。スノブイを。あ、でもでっかいんですよ。銀河マジ。これがスノブイ26か。よし。で、これで、マップ的には、もう半分くらい来たのか。なるほど。じゃあ、スミンでいきます？めっちゃいるじゃん。銀河メアジ。神殿とか、どこにあるんだ？大砲も見たしね。これが神殿？これっぽいな。これっぽいな、神殿。あ、イベントが。イベントは、イベントやねや。神殿発見の、うわぁ。すげえ。入れんの？こんなか。うわぁ。なんか。やべえ、男。言葉を述べましたよ、じゃあ。マンボウいるね。お、なに？移動した？勝手に。もしかして、ここが神殿と呼ばれた建物なのか？ Yes, sir, キャプテン。そうか。常に来たか。この神殿、アクアダイブで登録できるかい？ Yes, sir, キャプテン、登録可能です。神殿、5万クレジットくれ。1万クレジットか。ようこそ、神殿へ。来た、Windows。Windows 来たな。また、あの声だ。さあ、階段の方へ向かって降りていきなさい。降りていくの？降りていくの？階段の方へ。どっか入り口があるに違いない。階段降りる方向へ向かって進めよう。でも進んじゃっていいんすか？イエスサーキャプテン。神殿入っちゃうよ。神殿階段を見るとするからね。え？階段降りたよ。なんかカニがいる。カニがいる。タカアシガニか？タカアシガニだ。よく水族館で道でかいカニいるなと思ったらこいつなんですよね。なんかいるな。行けないじゃん。行けないじゃん。入り口どこ？入り口どこ？あれね、マンボウだね。階段のところ。もう BGM が素材だ。うわぁ、すげぇ幻想的。じっと。痛い、ぶつかった。ぶつかりましたね。え、これ神殿どうやって入んの？階段の先行けなかったもんな。違ってくる。ここ通りたい。こっちが？勝手に移動したもんね、神殿のところに。BGM が怖い。うっかり屋かさ、名前かわいい。うっかり屋さんなのかな。入り口っぽいのないけどね。俺は先に、スノブとかを解放したいから。じゃあ、うわ、すげえ量の、なんかアジ？めっちゃいるんだけど。やば。スノブイを、つけたい。ここどこ？ここはここか。これ、遺跡行った方がいいのかな？待って。動いてるか。あ、電車見ちゃった。スノブいないの？
忍ぶ意がなーい、忍ぶ意がなーい。どこ？右行けないんでしょ？こっちある？ないよね。神殿に向かった方がいいのかな。神殿どっちだっけ？こっちか。どっかに入り口あるのか、別のところに入り口あるのかな。ちょっと浮上しとくか、海面に。いつその部位見つけてもいいように。あんじゃん、その部位。普通にアジに紛れて、見つけられなかったわ。頑張っていい。よし。これで、バッテリーはもうないんだよね。帰るか。帰るか。神殿探索したいけど、入り口っぽいのなかったもんな。一回帰りますね、じゃあ。ナスを回収。で、間違えた。間違えました。装備にすればいいな。わかりやすいように。その部位の近くを。その部位。あ、その部位は？これでいいや。出します。あんま動かなくて。魚に当たるよ。大丈夫、そこ。OK。じゃあ、帰るか。バッテリー3個買ってもいいな。じゃあ、岸田別帰ろう。死んで見つけたから、なんか話もするのかな。住んでるね。まずはバッテリー 3個買っちゃうか。もう買います。お金は余ってる。バッテリーご購入。あ、どうくらいかかんないからね。その分はい、お願いします。お願いします。はーい。で、神殿発見について聞きましょう。伝説の神殿を発見したんですと。ええ、かなり大規模な神殿です。一体誰が作ったんでしょう。おそらく波は海流の浸食作用ですな。もうダメだこの人、やだ。はあ、浸食作用ですか。ええ、間違いありません。砂岩に亀裂が生じると直角や背面に割れやすいのです。前のことながら夢もロマンもない喧嘩で。そうだ、夢もロマンもない。なんか夢がないよね。子供の夢というか人類の夢をさ、本当に主任やった方がやってんのか。こいつジェシカの方が主任向いてると思うんですよ。あなたついに伝説の神殿見つけたわね。素晴らしいわ。それにしてもいつ何のために伝えたものなんだろう。のことなくマヤ遺跡に抵抗してもらうのね。マヤ文明ですか。マヤ遺跡？中部あたりで西暦300年900年を中心に築かれたマヤ文明石よ。マヤ文明ね、人類の滅亡と変えましたね。でもなぜに西暦石がこのようなんだ。現代の彼ではわからないけど、私の格好の研究テーマなんですよ。彼女の専門で海洋教育された。確かになんか出てますね。どうする、行って行く？行くか。行くか。行くぜ。行くぜ、ボーイ。バッテリー3個買ったっけ、ちゃんと。そうかなんだけど。ナース、オートファイド。長いな。あ、終わった、終わった。で、引き続き端っこの方から、マッピングしていくか。下潜った方がいいのかな。あれは鏡台。これはカツオ。カツオ。水素さんが野球でも死んだかな。下も見とかないとね。
神殿だもんね、あれが。何あれ。おお、待て待て待て、ジンベエザメいる。お、ジンベエザメだな。ジンベエザメは原生する最大のサメであり、原生する最大の魚類でもあります。最大の魚類か、なんであれ。やはり一番手のいいもんだな。いいね、ジンベエザメ。いいね、すげえすげえ、ジンベエザメやった。あ、サーブがある。なにあそこの群れをもうロックオンしときたいな。ちっちゃいな、すごくない。カタクチイワシ、カタクチイワシか、かわいいかわいい。あれはなんだ、なんか速いのいるけど、なにあれ、すごい速い。これが28、いい感じにバッテリーがはめられてますね。神殿の入り口も探さないとな。まあね、次にマッピングだ。マッピングしようじゃないか。あ、その辺りで潜ってみなさい。やで、怖い。深く深く。サインして潜るときは神殿の入り口あるのか。マジで？ここ？なんか集中線みたいに出てるもんな。ちょっとじゃあナスをここにナスばっかいっぱい移動してるけど、ナス回収してここに。間違えた。はい。何や、あれ何なんだろう、リュウグウの使いみたいなやつ。早い、ちょっとな、深く潜り、神殿の入り口ってはもう終わっちそうな気がするんだよね、俺このゲーム。神殿入ったら、あ、先にマッピングしときたい。なんかある、なんかあるよ。魚もいるか。6000ヤッコ、これは、これは、え、ロック、え、押せないんだけど、何これ。あ、進化もいるな。こう、待て、落ち着け落ち着け。まずあいつロックして、玉取り、この石碑みたいなのロックオンできないんだけど。ゴールデンハバタフライ、ゴールデンバタフライか。ほら押せない。なんで。遊ぶやった。あそこにいるな。進んで、アテンション出ちゃったけど、バッテリー変えます。もうバッテリーないんだっけ。あと1個あるか。じゃあそこにシンガーがいるんですよね。行ってみるか。マンタか、動かない。マンタでかっ。マンタシンガー、じゃあやるか。かわいいかわいいな。はいはいはい、人多いな。はい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 、人 OK。 俺の暗記能力が伝えてる。よしか。こっちもなんか入れそうとないかな。やっぱこの海で終わりなんかな。あの海でなんかある。サンゴかな。神殿入りたいけどな。毒図、ウツボ、ウツボさん毒あるんだね。
昔私の父親が釣りをした時にウツボを釣ったことがあるらしいんですよね。ウツボってそう簡単に釣れるのかな。魚いるね。6200か。ああ、テンション出た。ああ、バッテリーあった。バッテリーを。うるせえ。はい。装備30。釣りに来た30。まだあんのかな？必要なのかな？バッテリー。30まで来たけど。俺的にはもうバッテリー必要ないと思うんだよね。もうこの祈りの実もだいぶ装備やったし、もう装備使わないと思うんですよ、的には。バッテリー買わなくてもいいかなと思うけど。あそこ逮捕してみようぜ。すげえ、逮捕を発見しました。あの、何もないの、コメント。コメントないんすか。逮捕、あ、一つずつなのね。次こっち移動して、逮捕まとめてでいいじゃん。まあ、その方がクイズ止まるからいいけど、一個ずつの方がだけ。そんだけっすか。そんだけなんだ。シンガーはもういないのかな。遺跡の入り口どこなんだ。深海かな。ちょっととりあえずマッピングしよう。深いな。暗いな。これは、あ、海藻でした。魚もな、この辺いっぱいいるな。やっぱサンゴがあるとこには集まってくるのかな、魚は。うん、装備とかもなさそうっすね。神殿の入り口か、怖いな。次回でいい次回でいいですか。深く潜れっつったもんな。ここじゃない、どっかに入り口があるのかな。なんか繋がってんのかな。そしたらここ、なんかあそこ穴あるな。ここか、入れる、こんなところ。ドルフィンゴ行けるか、行けるか。ほい、入れないのか。ここから内部へ侵入するのは不可能です、キャプテン。でも見ると神殿内部へ入ったやつだ。ここから入れないって、噛みすぎ。ここから入れないってことは別の入り口に違いない。入れないの、ここ。頑張れば行けそうだけどね。ダメか。そうか。じゃあちょっと怖いんで、おビビだからさ、怖いんで。神殿もなんか普通に、神殿の奥にビルがいたらどうしよう。普通に3ヶ月の行方不明なのにいたらどうしようと思っちゃうんですけどもね。お、なんかすげえのいる。なんかこいつカンパチいいですね。わ、グルクマめちゃ組んでけんじゃん。カンパチ。ロックオンしたいな。とりあえずもう今日は終わるか。霧がいいしね。次回神殿探すか、入り口で。次回神殿の入り口を探しましょうか。今日はもう帰ろう。怖い。
シダベースへ帰ります。話じゃないんだ、まだバッティ買うか。はい、買います。まあ、バッティとナス買うくらいしかお金使わないしね。一応お金もまだあるだけあるし、買える分だけ買っちゃうか。はい、買います。だいぶ減っちゃったのかね。まあいっか。はい、というわけで今回はこの辺でお会いしたいと思います。いよいよ次回神殿への入り口を探して神殿内部に行ってきたいと思います。ではありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。